どうも、ネアです。どうも、アソニーです。はい、今日も人狼やっていきましょうよ。よっしゃ。お互い結構ハマってるんでね。そうっすね。夜結構やっちゃうよね。相当やってますよ、ね。楽しくてね。動画何回、はい、宣伝の動画何回見たか分かんないでしょ。俺 iPad でやってて、こっちで携帯で公開してます。わかるわかる。さあ、それでは、はい、いきましょう。GO!はい、よっしゃ、でもちょこっちかな、行きましょうよ。本当の姿をね、見させていただきましょう。チラッ、バニラ、バニラが人狼だけは来たよ、来た。一番なってはいけない人が人狼になってしまった。一番なっちゃいけない人が人狼になるというね。これは前回人狼でムラスラ作戦したじゃないですか。そうですね。だからちょっと今日は普通に、まあ、潜伏しつつ戦ってみようかなと思います、うん、やっぱみんなこう人狼の時の発言の仕方が気になるでしょうから、ね、そう、まあ、ムラスラ作戦もね、作戦としてはいいですけど、やっぱり相方誰、メアリーね、メアリー娘やね、ゲイルおるからな、しかも強いっすよ。確かにゲイ初日釣りは割とゲイル選ばれやすいから生き残りやすさはあるよね。ここで占い師に白出ししてほしい。どっちか、バニラかメアリー。そうね、カリウド、あ、狂人が出て白出しはしてほしいよね。スタンプだね、これは。あ、エリックが占い師カミングアウト。なるほど。これはゲイルが、あ、じゃヒューも占いか。ゲイルとアンナが白、ヒューも占いなのね。はい、ゲイルとアンナが白。ヒューさん、しようにしてもらえんかのうと。バニラ、バニラが言いそうな口調でね。カミングアウト。ヒューは、ゲイルに白出しか。狂人はここで外していく、あれでしたね。で、エリックはアンナに白出しと。残念ながら、狂人を引き当てることはできない。カミングアウト。クリスが霊能。了解、クリス進行よろしくのうと。カリウドカミングアウトします、釣られそうだったら。え、どうする、してもいいよね。え、でもした方がいいんじゃないですか、うん、あがくだけあがいた方がいいよな、うん、メアリー、メアリー、カリウドカミングアウトしろって。相方だよ。カリウドしたがいいんじゃない、よろしく。メアリー、よろしく。死ぬんじゃない。ここでメアリーが狩人、よし。で、これでこいつにめっちゃ反発してくるやつが本物っすよ。あ、ゲイルっすね。ゲイル狩人っす。ゲイルっぽいな。ゲイル噛みましょうか。いや、ここで明らかに反応してるやつがこのバニラのね、うん、あ、これゲイルっぽいですね。確かに、しょうがない。あ、釣りになるのかわいい。なるほど、釣るんですか、対抗いないのに釣るんですかって。オッケーオッケー。まあ、これ黒って言われますからね。うん、まあ、でも明らかに反応してるのがゲイルかな。ゲイルっぽいかな。ここで僕たちは狩人をしっかりやらないと、メアリーのこの狩人カミングアウトは無駄になってしまう。まあ、ただで釣られるよりはね、これしてくれた方がありがたいですからね。そうそうそう、少しでも情報を引き出して狩人を買っていきたい。早速一人になっちゃいましたけど、ゲイル、とりあえず噛んどきますか。ゲイルっぽいっすよね。うん、で、次、だから僕が占われた時点でやばいんですよ。まあ、これ初日でね、このランダムで釣られるってのはね、仕方ないことだからね。で、ゲイルを噛んでいきましょう。はい、さあ、ゲイル、ここでおばあに白出しをしてくれるのが助かるんだけど。頼む、ここで黒出しされたら笑う。笑うね。そしたらもう仕方ないです。
2連続相手のあれですからね、たまたまがあったり、ね、たまにあるけどね。ローラしろ、マイクしろ。なるほど。ちょっと待って、そしたらでも俺釣り確定じゃん。ん？ですかね。だってクリス目線、あ、じゃあヒュー目線ローラ白でしょ、でエリック目線アンナマイク白なわけじゃん。わしかい。カミングアウト、これしかないでしょ、だってもう釣られるの確定なんで。これでゲイロ引いていればメアリーの実力は、メアリーの頑張りが刺さっていって、うん、いないようじゃのうつって。これしかないっすもん、だってもうゲイルがカリウド説あるからね。そうそう、ここは出るしかないってことね。ほら来た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 、対抗がいないならば信じてほしいのじゃっつって、うん、押していきましょう。そうね、そしてゆっくり一人ずつ枯れます。取り魔法陣、よし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 いや、まあ、これしかないっすよ。次俺噛まれなかったら、普通だったら俺噛まれません、まあ、そうっすね。強靭に白出ししてもらうしかない。ここで強靭のファインプレーが出て、ちょっと怪しかったんでバニラさんは占ったんですけど白でしたっていうのを言ってもらうぐらいしか、もう本当だからもうきついんで、大体一発目引かれてる時点で、うん、これだってこの時点でもすごいですよ実際。いやすごい。ここで伸びたの結構ですね。もう終わった。ゲイルがね、カリウドって分かって、そのゲイルになりきった時点で割と強い。うんうんうん、エリックっぽいぽいっすね。ヒューの意見も聞かないと。ヒューが狼っぽい。ヒューかエリック狼説を押していくしかないですよ、もう。うん、確かに。延長希望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 。いや、占いのどちらかが黒だと濃厚なようじゃの。とりあえず占い黒説は確かにあるの。マイクでもこっち信じてたもんな。マイクはバニラ新っぽいって言ってくれてたのに。ごめんね。マイクに白出ししたのはヒューなんでしょ。そうっす。ヒューは死んだと信じたい。いや、教授に黒で押さないとやばいっすよ。じゃないと。いや、これじゃん。10秒前。まあ、これマイクにとりあえず入れて、で、私は噛まれると思うって言いましょう。言わない。あ、これ噛まないとかってできないでしょ。何ですか。噛まないあえてできないでしょ。これどうしようかな。これヒュー噛むか。ヒュー強所。いやでも、ん？え？今何残ってんの？今2対3っすよ。ここでしっかり真の占い師を狩れば。え、だから強人がバニラしろって言ってくれてるから。え、だからここであのヒューを強人の方を噛むことでエリックを強人にできるんですよ。だってマイクが黒じゃなかった時点で今どう見てもエリックが強人なんだから。そうっすね。そうでしょ。え、でもで噛んで、
そしたら3人で負けなのか、はい、教授が残さないとやばいと思いますよこの状況は。いやクリスでいいんじゃないですか。いやヒューやろ。クリス、あクリス前だったけどな。霊能カヌー噛んどった方がマイク黒かなって言えたから。ヒュー強靭でしょ多分。いやだから俺が狩人って生きてるから霊能守られると思ったんで持って本物の占い噛んだんじゃないかっていうことよ。でエリックが言ってもたぶん嘘だと。そう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 、エリックがバニラ黒っつったら、おはよう、やばいと。そうなりそう。そうなるけどここでもう言い訳するしかないやつです。こうなったらもう1対3ですからね。じゃあ狩人誰じゃよ、わらわらっつって。クリスは守った、ヒューが噛まれた、イコール真と読むのが普通であろうっつって。エリックが言ってたことは、エリックが占ったアンナかローラが黒だということじゃっつって、私つっても終わらないわ。もうこれしかないですからね、こっちは。負けるよね、そしたら、ね、4対1かも、まだ。そうこれ噛んでクリスを言いくるめるしかないと。いや違うよ、クリスを噛まなきゃいけないんだよ。あ、そうそうそう。ただそうするともう間違いなく俺が黒って分かるから、普通だったらこう狩人噛む場面じゃん。カリウド噛まれるはず、何生きてるか。そう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 。でこれ言いくるめたらめっちゃおもろいっすよマジで。で最後霊能者神ごとしましょう。いやそれしない。あ余計なこと言いやがったな。こんなに自分噛みたいことあります？自分噛みたいことないね。ここ俺死にてえもんだって。もう無理、限界が。もう限界なんだけど。よくここまで頑張っただろ、むしろ。10秒前。いやでもこれワンチャン言いくるめられるからね。どっちだっつって。そう。このバニラの何もなかったような顔。そんなバカなって。おはよう。いやいやお前カリウドじゃねえだろ。
お互いがローラさんアンナさんどちらか疑わないとまずいですよって、うん、エリックが狂人確定だったからなぜクリス様を守らなかったって人狼を守ったのかもしれません。すいません。いや、ちょっと待ってこれすげえすごいぞ。これすごい。逆にこいつらローラかアンナ投票したらもうチンパンジーいや、よく考えて。いや、だからどっちかだからですよと。カリウドが守るから霊能者には来ない。ほぼみんな生きてますよ。狼これでどっちかが確かにってなれば、うん、そして霊能を守らなかった理由はただのミスってことを本当に謝っておきましょう。いや、本当に深読みしすぎたって言いますよ、次言われたら。てか私次第なのかみたいな。お、揺らいでるぞ。1分前。あんまり発言してなかったっつって。もうこれをもうバニラが入れる方に入れますよ多分。30秒前。深読みしすぎました。いや、アンナは味方っぽい。ローラじゃない。アンナは入れそう、ローラに。マジ？ここどっちが一番揺らいでるか見極めないと。アンナに入れると、ローラの方が揺らいでると見極めたわけですね。バニラさんお願いします。ほら、あんなのが揺らいでますよ。私の勝ちですカリウド作戦成功しましたね。これはうまいね。でこれでバニラ釣られたらクソおもろいけどな。しょーこれはいいでしょ。完璧だったな。あのゲイル人狼読みから完璧だったな。カリウド読みっすね。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、今日は人狼やらせていただきました。またね、次回も見ていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。